仮面ライダーアクセル振り切るぜ。うわっ、かっけー、メカっぽいライダーだな。剣が武器なんすか先輩は。俺に質問するな。え、質問まずいんすか。俺に質問をするなと言っているだろ。呼んだ。説明しよう。野沢智子、仮面ライダーの都市伝説にとても詳しいのだ。智子？智子、なんか突然怒り出した。なんか俺悪いことしたかな。仮面ライダーアクセル、うん、とてもハードボイルドなライダーみたいね。新アクセルは超重量の巨大化エンジンブレードを必殺武器とする仮面ライダーよ。悪への復讐に燃える刑事で正義感が強い分少しゴリっぽいみたい。絶望がお前のゴールだ。だから疑問系の会話は NG なのよ。アクセルの仲間は仮面ライダーダブルだから、ケンタロウさんの人脈を活用してフレンドリーに攻めてみたら。なるほどね翔太郎。アクセル先輩、俺ダブルの翔太郎さんとフィリップさんに以前お世話になったことがあるんです。ヒダリとフィリップの知り合いか。はい。そういえば所長が、いや妻が言っていたな、二人が高校生のライダーと知り合いになったみたいだと。うわ、それ俺っす。奥さんいるんすね。ああ、町も家庭も守るなんてまさに本物のヒーローだ。俺アクセル先輩ともなりたい。どうも照れるな。わかったよ。っやっ、やった。こわもてだけどいい人じゃねえか。あれ、先輩のドライバーなんか変わってるっすね。アクセルはバイクモードに変形できるライダーらしいわ。バイクになっちゃう仮面ライダー。すっげー。ちょ、何をする。どうやったらバイクになるんすか。俺乗せてもらっていいんすか。返せって言うのが聞こえないのか。あ、後ろにあったタイヤ。あ、もう早いっすね。時速何キロぐらいで。今度うちのバイクが来ます。俺のことはどこで。え、普通にガソリンスタンド行っちゃうんすか。行きつけのお店とかあるんすかね。やっぱフードなんすかね。どこなんすか。俺に質問。